横浜 DeNA ベイスターズ対東京ヤクルトスワローズのゲームを解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしく。小宮山さん、大事な立ち上がりを迎えるわけですが、小宮山さんは現役時代、立ち上がりは特にどのようなことを考えられてピッチングされてましたか？とりあえずボールをしっかり狙ったところにコントロールできるかどうかっていうところが大事でしたね。はい、そのあたり注目して立ち上がり見ていきましょう。ボールになります。さあ3球目は何か。3球目打ちました。サード取った、アウト。際どいタイミングでしたが一塁アウトです。バッターは2番に入っている佐野。ダルビッシュ、まずは先頭バッターを打ち取っています。先発ピッチャーダルビッシュ、そしてキャッチャーは野村。このバッテリーをスワローズ打線がどう攻略していくか。ここはバッター球種を絞って甘いボールを待ってますね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。打ちました、中村。アウト、ツーアウト。バッターボックス柳田。ツーアウトランナーありません。これが1球目。初球ストライク、インサイド落ちました。ショートが取る、一塁アウト、スリーアウトです。さあこれからスワローズが守備につきます。バッターは西川。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。初球ボールです。スピードボールを持っています。危ない球です。ボール先行です。豪快なスイング打ちました。打球はセンターへ。バッターは2番に入っている大谷。菅野、まずは先頭バッターを打ち取っています。これが初球、切れていきます。ファウル、ノーボールワンストライクです。膝元をつきましたが外れました。打ちました、一二塁間を破る。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁となりました。バッターは3番山川。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球は見てきました。この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。なるほど、そうですか。まあ、向こうは併殺を狙ってると思いますから、術中にはまらないよう気をつけたいですね。なるほど。豪快なスイング打ちました。センターへ打球伸びる。バッターボックスには4番中村。ツーアウトになっています。初球ボール、外野が下がってますね。一塁ランナーの生還阻止を優先した体勢ですね。そのようですね。このファウルです。ここは釣り球をしっかり見極めたいですね。なるほど、そうですか。変化球絡み、ボールを捉えられませんでした。2回表に入ります。スワローズの攻撃、バッターボックスには指名打者のカブレラ。ベイスターズ得点に動きはありません。0対0で最終回を打ちました。菊池抑えてワンアウト。バッターボックスには5番岡本。ダルビッシュ、まずは先頭バッターを打ち取っています。打ちました、ヒットになった。ワンアウトランナー一塁です。打席には6番バッター村上。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球ボール、ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。内へズバッと投げ込んできました。ライトへ持っていった、頭上を越えていった。ベイスターズピンチになりました。バッターは7番近藤。ベイスターズ連打でランナーを増やしています。ベイスターズピッチャーが変わります。1打、ストレートで空振りを取ってきます。外のボール打った。さあサードランナーはどうする。さあ先制のランナーがタッチアップ。サードランナー、キャッチャースローイングがうまいのでランナーは警戒してると思いますね。なるほど、そうですね。一塁牽制、一塁はセーフ。
これが2球目。引っ張った、取った、一塁へ、一塁アウトで3アウトチェンジです。 DeNA ベイスターズ最後の攻撃になります。5番バッター坂本。ベイスターズ1点ビハインドで迎える最終回です。打ちました、いい当たりだ、レフト見送った、まや。さあ初球は何か、ファウルになります。ワンストライクです。見送っています。改めてお聞きしますが、バッターの野村、どういうバッティングスタイルなのでしょうか。まあ、そうですね、状況によって変わりますが、もともとはホームランを狙っていく思い切りのいいバッターですね。そうですか。スタンドに入ります。おっとどうだ、ファールグラウンドへのフライです。ファールグラウンドで抑えてワンアウト。バッターは DH 張本。ワンアウトになっています。初球ボール。改めてお聞きします、バッターボックスの張本、どういうバッターなんでしょうか。まあ、リズムを残せて大きいのも打てる、パワーとテクニックを併せ持ったバッターですね。なるほど、そうですか。変化球打った、一塁アウト。バッターボックスオースティン。ツーアウトランナーありません。初球は何で来るか。変化球打った、ファウルです。さあ2球目は何か、インコースを落としました。次が3球目、内へ低めに変化しました。ファウルです。インサイド打った、掴んだ、そのまま1塁に入って3アウト。3回に入ります。スワローズの攻撃、得点圏にランナーを置いて迎えるバッターは9番の甲斐。ベイスターズ同点で迎える最後です。バッターボックスには代打の落合。まあ小宮山さん、少し苦しい展開になってきましたね。そうですね、ここで勝ち越されると流れが変わるかもしれませんからね。そうですね。さあしっかり抑えていきたい。初球打っていった、ここは打ち上げています。抑えてワンアウト。ワンアウトランナー二塁一塁。さあそして打席には源田が入っています。怖いバッターが続きますね。さあワンアウトになりましたが、得点圏にはランナーが残っています。まあここで切り抜けてしっかり流れを取る。ストレート打った、セカンドが抑えた、一塁アウト。ツーアウトランナー三塁二塁となりました。さあそしてバッターボックスには佐野が入ります。怖いバッター。バッターボックスには代打の森。スワローズツーアウトにはなりましたが、ランナーを進めています。この回の藤川2球でアウト、あっという間にツーアウトです。そうですね、これも初球打ち、ワンバウンドヒットになった、サードランナー。小宮山さん、長打を防ぐにはどういった配球をすべきでしょうか。低めにボールを集めるというのがやっぱり一番有効になると思いますね。また初球、ワンバウンドヒットになった、サードランナーホームイン。ベイスターズピッチャーが変わります。4番を迎え、インサイド打った、三遊間抜けた、サードランナーがホームに。初球手を出していきましたがバットには当たりません。スリーアウト。この回の攻撃はここまで。はい、ここでスワローズ守備を変えてきました。 DeNA ベイスターズ最後の攻撃になります。バッターは9番に入っている菊池。ベイスターズビハインドで迎える。バッターボックスには代打のグラシアル。初球打ち、ここは
ワンアウトランナー三塁一塁となりました。さあそして打席には西川が入っています。さあアウトカウントが1つ増えましたが、なおもチャンスは続きます。バッターボックスには代打のウィーラー。ワンアウトランナー一塁三塁です。最初は変化球できました。ここは見ます。ナイスボール、はい、低めのストレート、ストライク152キロ。センター前へ抜けていく。サードランナーホームイン。ベースター、ここで代打。ここは併殺だけは避けたいですね。そうですね。ファウルになります。カットボール見送ってボールです。3球目は何で来るか、ぴっちりと見極めました。変化球打っていった。このフライはどうだ、落ちるか、落ちた、ヒットになる。セカンドランナーホームイン。ここは最低でも犠牲フライという場面ですね。スワローズピッチャーが変わります。一打の代走を送ります。サードランナー初球ボール。次が2球目。痛烈な打球、さよなら、逆転サヨナラ。今三塁を蹴ってチームメイトのガッツホームへ帰ります。劇的な